はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつもね、私のチャンネルをご清聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、こちらね、カンボジア首都プノンペンのどちらかで、ね、皆さん分かりますか。これね、有名な通りのね、朝に少しやってきました。はい、もう有名な通りということになりますと、もうカンボジアの、はい、歓楽街ね、夜のね、大人の遊園地のね、ガールズバーストーリー136にやってきました。はい、ガールズバーストーリーね、朝どんな感じになってるのかなっていうことをね、皆さんに、ね、ご紹介したいと思います。はい、そんなこと目的で来たんじゃないんですけども、はい、24時間ねやってるお店もあるんですけども、はい、なんかね、今日これ来た時はね、ちょっとそんな雰囲気が分かりませんね。これいつもね、私よく利用してるね、コーナーのね、レストランであります。はい、ぐるーっとね、見てね、もう夜の風景しか分からない人っていうね、色かも分かりませんね。はい、ずっとね、ちょっとね、ご様子だけ、これね、まあ、カンボジアどこでもそうなんですけど、これ車を止めたらね、こう警備してるというか誘導してくれる人がいるんですけどね、あれどういうあれでやってるんでしょうかね、僕分かんないですけど、はい、ここのレストランにやってきました。136のね、東側からの、入り口のところなんですけど、このコーナーね、いつもね、これね、24時間ぐらいね、人がいっぱいレストランでいるんでね、何がね、これ有名なのかなとね、バイモンっていうね、朝のご飯の上に、まあ、チキンをね置いてる料理が有名で、なんとね、これ創業ね38年らしいです。すごいですねっていうね感じですよね。はい、もうずっと流行ってて、ただし私の勘違いだったんですけど、ここね、朝6時から夕方5時までで、夜はね違う人がね経営してるっていうことを聞きました。初めて知りました。はい、これ朝のね8時半頃なんですけども、人がいっぱいという感じで、土曜日だったかな、はい、来てますね。家族連れみたいな方もね、たくさん来られておりました。はい、もう一度ね、この雰囲気見てもらいたいんですが、バイクがいっぱいで、はい、そしてね、なんかこう東南アジアのね、この元気があるね、朝元気のあるね、レストランという感じでね、非常に気持ちがいいですよね。はい、私はバイモンっていうね、チキン&ご飯をね食べに来ましたけど、やっぱりヌードルがね、カンボジア人大好きですね。朝朝食で、ね、ヌードル食べる、日本のラーメンとは違う、ちょっとね薄味の、まあ、そうめんみたいな感じのねラーメンになります。はい、メニュー見ますとね、英語表記もあるので、まあ、外国人の方もね、こうやってですね、126、レストランって言いますね、バーストリートはね136、126ですね。はい、これがねバイモンです。はい、揚げたね、このチキンにご飯をドンと乗せるだけで、あと、まあ、漬物と、まあ、スープとかで、ね、これ結構美味しいです。シンプルですけども、これ美味しいです。カンボジアどこでも食べれますけどね。はい、こちらは蒸したタイプで、いただきます。私が頼んだのはフライで揚げてる方のやつなんで、スキンがねカラッとしてね、すいません、スキンがねカラッとしてね、美味しいです、すごく。はい、昔はね、カンボジアのお米ってカビ臭かったので、最近ね、お米は私ね、すごくね、美味しいと思いますのでね、おすすめです。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。それでは皆様、See you!